皆さんこんにちは、今日は設定と発令発動についてのお話をしようと思います。よろしくお願いします。これもタイトルだけ見たらね、まあ、よくわかんないと思うんですけど、設定と発令発動って、これ僕がいろんな方式で、まあ、吉沢式っていうのでいろいろエネルギーバックとか出してるんですけど、設定と発令発動っていうふうに言ってるんですけど、これはこれ見えない世界、見える世界ありますよね。皆さん見える世界に住んでいます。で、寝てる間は見えない世界に行ってるんですよ、夢で。だから起きてる時に見える世界に行っていて、まあ起きて、今起きてる時、これ見てる時は見える世界ですけど、おやすみなさいって言って夢の世界で見えない世界にいて、また起きるとおはようございますって言って見える世界、起きてる時は見える世界、寝てる時は見えない世界で、生きてる人はこうって循環してます。で、寝てる時に見えない世界に、まあ5時間6時間7時間8時間いて、その数時間の間に起きてる見える世界でいた時の情報を整理統合して、バグとかをなくしていい状態にして、また起きてくる。で、毎日毎日生まれ変わってるんですね。朝起きて1日、夜寝る時にその1日が終わりで、見える世界、見えない世界がこうぐるぐる回ってる。これが人間としての、まあ、数十年の100年の人生で、毎日毎日1年365日かける100年、見える世界、見えない世界を循環してます。で、ここで見えない世界、寝てる間に人生は作られてる。で、ここで寝てる間に実は夢を見たりして、あるいは神様と相談したりなんかして、世界の構築をしています。自分が見る世界の構築をしてる、寝てる時に。で、ここで設定をしてるんですよ。私の人生こうなりますっていう設定を無意識レベルで、無意識世界で魂がしてるんです。自分が体験する世界の構築設定を魂が見えない世界でしてます、寝てる間に。だから正夢を見るっていうでしょ、夢見た通りになっちゃったって。それは見えない世界でもそうなるように設定されてるんですよ。生まれる前から設定してますけど、その年齢になった時に確実に何年何月何日にそうなるようにってことで、自分が体験する世界の設定として、それらの情報がね、過去世から生まれ変わる前の中間世で設定した情報がちゃんと起動して、その体験ができるように世界が構築されて、設定されて、自分の中で体験できるように寝ている時に調整されています。そして見える世界は結果の世界ですね。こっちが原因です。見えない世界が、見えない世界が原因で、見える世界は結果です。だから原因と結果の法則ってあるんですけど、ここでも出てきます。原因であり結果です。だからこの世のことだけやってみると、結果の見える世界の中でいろいろやろうとしても、まあ、ほとんど意味ないんですよね。思考回路の中でいじくっても、自分の人生の一番大事なところは思考の見える世界の結果だけいじくっても、まあ、効果ないですね。見えない世界の原因の方の世界の、構築設定をして、中間性で生まれる前に設定したのが元で、何年何月何日に起動する前に夢の世界でずっと構築して再設定してるんですけど、そのデータの方をいじった方が現実の見える世界が変わります。で、寝てる時にやる方法っていうのは、皆さんが意識の世界に行ってる時のことなんで、寝てる時のことはコントロールは難しいと思うんですけど、寝る寸前です寝る寸前に設定をすることで、自分の魂を発令発動させて、見える世界の現実をガラッと変えられます。僕がおすすめしているのは、寝る30分前に自分が体験したいこと、クリアしたいことを祈るんです。祈ります。しっかり祈ってください。私はこれこれこういう体験をしたい、私はこれこれこれをクリアして到達したい、そういったことをできるだけ具体的に言って、もう到達し、クリアした、体験したっていう風にして自分で決めます。それ寝る30分前に祈りをします。そうするとそのまま寝ますよね。そうしたら、その祈った内容でそのまんまその人の世界が再構築されて設定されます。そうしたら魂が発令し、発動します。そして魂が発令し、発動した状態で現実の自分が変わります。見える世界に出てくるんですね、結果が。ということで、いかに寝る直前30分前に自分が体験したいこと、クリアしたいこと、実現したいことを、これこれこういうことを可能にし、クリアし、体験し、自分は
身につける、マスターする、体験するってことを誓っちゃって、もう出来上がったものとして最後はお任せしてそのまま寝るんですね。そしたらあなたの中の見えない世界、まあ、あの以上の世界で世界の構築、再構築が行われて、祈った内容がちゃんと設定されて原因ができます。見えない世界で魂が発令発動して起きている世界で、その見える世界結果を受け取ります。だからこっちをいかに変えていくかで、こっちを変えるっていう。だから世の中の標準の考えだと、地球だと見える世界結果にばっかり3次元でアプローチしますけど、そうじゃなくて寝る前にアプローチして、寝てる間に世界の構築設定、再設定、再構築をしてもらって、魂がそれに基づいて発令発動して現実が変わるっていうアプローチ法としては、寝る前に安在圧って見えない世界にアクセスし、見えない世界の方で世界の構築設定が、再構築再設定がされて、原因が作られて、その原因に基づいて魂が動いて、見えない世界の結果を受け取る。あくまで結果を受け取るんで、こっちどうでもいいです。常に最適化する、毎日寝る前に実現し体験したいことをきちんとこちらの見えない世界に発信して、それを起きている世界で受け取るっていう一連の流れを人生の中で身につけてもらうと、全く人生の質が違う、体験することが違う、結果として受け取るものが天と地の差になってしまうっていう、人生のその密度というか到達レベルが宇宙と高いレベルで振動する幸福度の高い人生になるんで、これぜひやってみられるといいかなと思います。今日は設定と発令発動について、自分が体験する見える世界をどうやって調整していくかの方法の一つをお話しさせてもらいました。ご清聴いただきましてありがとうございます。じゃあねー。